はい、皆さんこんにちは。今回2020年度麻布中学校の問題をやっていきたいなと思います。まあこういった追い方というか半円のところに、まあ、45度で線を引いていくと。で、その後、赤い色青色に分けていって、赤い色引く青色の面積は何ぼですか、で半径は5センチですよという問題となっております。この時に結構、まあ、中学受験のテクニックがいるんですが、それをあんまり使わなくても解けるようなやり方をやっていきたいなと思います。はじめなんですが、ここに補助線を引きます。いろんな回答屋さんはあったんですけど、これが一番分かりやすいかなと思うんですが、こんな風にやっていきます。この時に最初左部分を見た時に、どういったらいいかな、全体長さ一緒じゃないですか。ここでパターンってやった時に、こことここが相殺されて、こことここも相殺されるんですよ。なぜかというと、一つはここの角度と45度やから、ここ135度でなってるんで、こうやったらパターンってやったら全部消えますよね。こことここが消えて、こことここが消えるという形になるので、この直角二等辺三角形だけが残っていくって形になります。そうすると、ここの長さが 2.5 センチ、ここの長さが5センチということが分かります。またここも 2.5 センチって分かって、これが5センチということが分かります。最後残るのはこの台形とこの三角形を引けばいいので、中点連結から1対1で、ここ1対1なので1対3になります。なのでこの三角形が 2.5×2.5×1/2 ってことは 6.25×1/2 だから、3と125ってことが分かります。これが1丸と。そしたら丸3から丸1を、これをここを引けばいいので ② となります。 ② というのは ① の2倍の 3.125×2倍なので、答えは 6.25 平方センチメートルが答えになります。はい、ここの問題としては、まあ、中学校でいうと中点点結とかやればいいですし、まあ他にも別解としてもこっちの補助線でやってもいいんですが、これが一番、早いんじゃないかなと思います。はい、今回の問題が面白いためになったと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではまた。ご視聴ありがとうございました。今回の問題面白い、分かりやすかったグッドボタンをチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。